皆さんこんにちは。はい、こんにちは。ダブル M チャンネルの柳万です。おそぼです。今日はですね、福島県昭和村、昭和村ですね、に来てるんですけど、はい、今も道中で、うんうん、ちょっと途中にね、すごい岩を、すごいとこ見つけましたね。ヘビ石っていうみたいな、うん、すごい岩見つけたんで、そこをちょっと見てこようかなと思います、はい、ちょっと行ってきます。はい、じゃあ行きましょう。はい、行ってきます。行きます。ここは国道400号だっけ。そう、国道400号。そこを少し脇に入ったところね。これじゃーん。違う、ヘビ石じゃない、ジャイシだ。ジャイシだね。ジャイシ、ジャイシ。うーん、美女峠すごい。すごいね。すごいね。うん、ちょっとすごいとこだ。盆踊りもあってたんだね、ここで。うんうんうん。もう神様だね、こうなっちゃうと。そうだね。めっちゃでかいよ。すごいね、ほんと。一周。でけえ岩が。これなんか、あれだよね。わあ、ジブリだよね。え、こっちにも龍は。本当だ。こっちも。ちっちゃいけど。うん。ジブリだね、もうこれは。小玉がいそう。どれ？あ、これね。この石さんね。遊歩道ある？これ。道があるんですよ。うん。多分上の神社だと思う。あ、上の神社につながってんのか。あそこから。そうだね。うんうん。階段上がってって神社があるんですよ。そうだわ。うわー、結構すごい神社だよ。すごいじゃん。すごいね。上に祠が、もう神社がある。登る？登る？うん、せっかくだから。じゃあ登りますか。登りましょう。はい、登りましょうか。登りますか。これ結構ね、動画じゃ分かんないけど結構急。急だね。うん、この階段の感じもすげえ分かる。ナイスショ。はい、ちょっと上まで行きましょうね。はい、はい、登り切りました。こうよ。いや、こういう色なんじゃないの。めっちゃ綺麗で鮮やかな赤で。うん、綺麗だね、うん、はぁ、うわ、神様の木がある。すごい古いそうな、すごい、あっ、わあ、すごい、すごいね、うん、サイカチの木。サイカチの木ってなんだろう。なんだろうね。祠がある。あ、祠。あ、あっちもあるよ、祠。ああ、ほんとだ。え、浮かびだってよ。ほら、蒸らして文化財、サイカチの木。神様だね。うん。あ、で、あそこから降りてくとさっきのところにつながるのね。あ、そうだね。なるほど。すごいとこでしたね。すごい。たまたま見つけたからね。うん。じゃあ今行ってきました。ジャイシ。ジャイシでしたね。ですね、はい。すごいでかくて。ね、こんなのあまり見ないよね、こういう石はね。うん。すごい立派でした。
すごかった。で上の方にもね神社あって、まあ、そっちの方には村指定の木があってね、うん、もう神様でしたね、はい、すごかったし、でそっからまあ見渡せる景色、ね、村の景色も良かったしね、うん、すごくいい場所でした。はい、まあ、気になった方いましたらですね、じゃあ石チェックしてみてください。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。じゃあバイバイ、はい。